はい、どうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。ということで、今回なんですけど、佐藤翔吾さん、田口純平さんも、またやりますが、最後に出られた香港プロ、この画像がね、出てきましたので、今年の佐藤翔吾さんの、大会ごとのね、変化であったり、昨年からの比較であったり、あと今回は香港プロのチャンピオンとの比較、これをやっていきたいというふうに思います。他のね、日本のプロに関しては、カネキンさんもそうだし、他の選手、東京プロでね、一旦終わった選手は東京プロとの比較動画をね、すでに上げてますので、まだそちらを見ていない方はぜひね、そっちも見ていただきたいのですが、まずですね、今年の佐藤翔吾さん、どういう大会に出て、何位だったのかっていうのを改めてね、簡単に振り返りたいと思います。まず今年の初戦は6月に行われたタイランドプロですね。タイプロに出られて準優勝。海外の大会、初戦で準優勝ということで、で、しかもその時のね、体の変化っていうのがさ、すごく、ハトクマはね、特に感じて、やべえって思いました。で、その後に、この前の8月、東京プロで4位。で、最後に出られた香港プロが5位という結果でございました。で、まず、皆さんもこれは思ってるかもしれないんだけど、最初に言いたいのは、佐藤翔吾さんのさ、このファーストコールに必ず入ってくるような力っていうのがすごいよね。これは、クラシックに行かれたね、キング湯浅さんとかも、同じようなね、ものがあったんじゃないかって思うんですが、毎年ね、海外の大会とかにも最近は挑戦されてるんですけれども、結構しっかりファーストコールに入ることが多いんだよね。プロデビューされてから、セカンドコール、そのアメリカのね、2022年に出られた大会の時が、セカンドコールだったか、ファーストコールの端の方だったかが、ちょっと記憶定かじゃないんですが、毎回でもね、この2桁順位をプロになられてから取られたことないんですよ。これが本当にね、強えなーって佐藤翔吾さんね、やっぱ思うポイントなんですけど、今年もね、結果としては2位、4位、5位ですから、やっぱすごいよねっていうね、来年、オリンピアに、ついに立たれる姿っていうのはマジで楽しみだし、佐藤翔吾さん自身ね、どういう風な、方向で行かれるのかちょっとわからない。これはハトクマのね、願望でしかないけど、来年に関してはマスターズオリンピアもありますので、オープンクラスもね、マスターズクラスもね、両方もちろん出れますから、そっちでも活躍する姿、見たい気は正直あるんだけど、っていうね、気もしながら、というところで、まず今年のね、3大会の比較というのをちょっと見ていきたいと思います。で、それぞれのね、大会の、印象みたいのをちょっとハトクマなりに喋りたいと思いますので、皆さんは皆さんなりのね、感想などありましたら、ぜひコメント欄書いていただければと思います。で、まず左からタイ、東京、香港という並びになるんだけど、一番左のタイがね、カラーリングは一番濃くて、そのライティングとのマッチ度含めて見た目がね、一番かっこよくは見えました。で、そのカラーが、濃く見えたからか、タイのこの大会だけね、ちょっと斜め下からのアングル写真っぽくなっているので、そう見えたからかは分かりませんが、大胸筋とか、あとはフロントポーズからの背中っていうのが、他の2大会よりも丸みをね、こうより帯びているように、そしてよりウエストに対して広く分厚くね、なっているようにも見えました。コンディションの部分に関しては、皮膚が張り付いて見えるような、見た目、ピッタピタにね、なっているような見た目であったり、筋肉のカットとか、輪郭とかに関しては、他の大会の方が、よく見えるかなっていう部分もあるんですけど、例えば腹直筋に関しては、香港とか、東京の方がね、カットが深く、細かく入っているようにも、見えるし、ただその筋肉の張りと絞りのバランスっていうのが一番よく見えたのは、タイの大会だったのかなっていう気もしました。なんかパンパンに張ってるフルネス感っていうの、フル感っていうのもあって、なんかシェイプ感もあって、これはカラーリングとかもね、関係してるのかもしれないけど、トータルで見て一番なんかこうパッケージとして点数が高く見えたのはタイだったかなっていうね、順位的にも結果タイの大会がね、一番高いので、そういうのがあったのかもしれないなというふうに思いました。で、東京プロに関しては、カラーがですね、この3大会の中でもやっぱり一番薄かったのかなっていう印象はどうしてもあったんだよね。で、周りの選手と比較してもやっぱり白く見えたというところで、ジャッジ的にライティングと、その問題で、例えばなんか白飛びしてしまうとか、見た目のマイナスが、カラーリングとか、あとオイルとかですね、で起きていたのかはちょっとわからないですけど、観客席側から見ると他の選手よりも筋肉の細かなカットみたいのはちょっと見えづらかった気もしました。ただポーズダウンとかでね、佐藤翔吾さんが近くに来られたんですけど、その時は普通に黒く見えたのよ。
だからまあ東京プロの照明がまあかなり強かったのかなとは思います。で東京プロって、まあ、特に去年はそうなんですけど、まあ、基本的にどの大会よりもライティングがよく見えるんですよね。なんで比較がめちゃくちゃしにくいんですよ。東京プロの時の体ってめちゃくちゃどの選手もねよく見える傾向が、まあ、あるんですよね。まあ、それは選手とかからしたらめちゃくちゃいいし、まあ、観客からしてもねめちゃくちゃいいことではあるんですけど、で最後出られた香港に関しては今度東京プロよりはカラーが濃くて筋肉の輪郭っていうのがよりくっきりと増している印象がありました。で筋肉の張りに関しても、まあ、なんか東京プロよりもパンパンなね印象があって、絞りと張りのバランスっていうのが、まあ、東京よりはよく見えたのかなっていうふうに思います。ただ画像で見比べていくと今度バックポーズに移るんですが、まあ、一番右が香港、真ん中が東京ですね。バックポーズに関しては僧帽筋とか起立筋のセパレートされた見た目、立体感っていうのがちょっと薄れているようにも見えました。東京プロの方がなんか一つずつが筋肉ポコ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 って迷路のように盛り上がっていっているような、そんな印象があるんですよね。あのナルトとかでさ、あのドトンつってバッて手置いてさ、なんか壁がブワーって岩の壁が出てくるみたいな、その壁の高さがやっぱり一番真ん中の東京プロは強く感じたんですよ。だからほんと土影様がね、あのドトン使ってんのかなみたいな、そんな印象があったんですけど、まあ香港はちょっとそれと見比べると薄く感じたっていうのはありました。なんでまあ厚みは全体的にあるんですけど、広背筋下部の方の厚みとかもめちゃくちゃ目立つんですけど、メリハリがちょっと薄くなってるようにも見えるっていうところで、フロントポーズ以上にバックポーズでの見た目の変化っていうのは強かったのかなっていう気はしました。でタイの一番左に関しては、まあ、この取り方もねまた真正面じゃないんで少し分かりにくいんですけど、今度その腕の左右差がタイは一番少なく見えました。他の2つとか去年までに関してはなんか左腕よりも右腕の方が肘がちょっと伸びていて、左右差が若干あるバックポーズに鳩熊は感じたんですよね。でそれがタイの大会は一番なんかこう左右差がなく、バランスがこう均等に取れているような見た目には見えたんですね。ただまあこれは真正面から見たらちょっとまた違うかもしれないんで何とも言えないんですけど、まあ、なので、まあ、統括すると個人的にはフロントポーズはタイ、香港、東京の順番、バックポーズはタイ、東京、香港の順に良、まあ、かったんじゃないかなっていう気はしました。ただ東京プロに関してはそのカラーリングとかオイル次第で結構逆転していた可能性もねあったんじゃないかなっていう気はします。で次が去年との比較で、まあ、さっきも言った通り東京プロのライティングがめちゃくちゃいいので、東京 VS 一旦東京で見たいと思います。で今年に関してはどの大会も基本的にまず軸がよりまっすぐになってるね印象が強かったんですよ。昨年とかの左に関してはちょっと膝を曲げていて足の幅もある程度取られていたように思えるんですけど、今年のまずこの東京プロに関しては膝をあまり曲げずに足の幅っていうのもちょっとこう狭めているようなことが多かったのかなっていう気はいたしましたというところですね。まあこれがどれぐらい影響してるのかっていうのはわからないんですけど、全体的にアウトラインっていうのはなんかより美しくなっているようには見えました。で筋肉の成長っていうところに関しては大胸筋の上から下までの丸みで、大胸筋が成長したことによってなんか面積もより広くなったのかなっていうことで、なんか大胸筋とあとはまあ肩もより丸く外に張り出るような見た目になってるし、腕も肩のサイズアップに合わせて太くなっているので、まあ、このウエストに対して胸と肩と腕っていうのがより外にねこう肥大しているので、よりなんかこうアウトラインも強化されているような感じがねしましたというところはあったのかなと思います。でバックポーズ背中に関しては肩がね前から見てもそうですがより丸くなったことで後ろから見た立体感の強化、あとまあウエストに対しての広背筋っていうのもより外に大きく広がるような見た目になっている気がするので、まあ、それによってより V シェイプのラインがこう強化されたことによってもともと強いこのど真ん中のね立体感とのバランスっていうのがより取られているように見えました。はい、っていうのが、まあ、昨年から今年の、まあ、比較っていうのであったのかなっていうふうに思うんですが、皆様いかがでしょうか。そして最後ね、まあ、香港プロ、最後出られましたそこのチャンピオンとの比較になるんですが、筋肉のね丸みとかサイズ感っていうところでは正直ねあんまり劣ってないように見えたんだよね。で腹筋に関してはチャンピオン右側の選手はフリーポーズの時にねちょっと感じて、香港プロの動画でも同じこと言ったかもしれないんですけど、ちょっとこう力が抜けた時にお腹がポコンって出るような、まあ、印象もあって、形自体もめちゃくちゃ綺麗なシックスパックみたいなね、それこそ田口純平さんみたいなさ、あのもう最高のシックスパックみたいな見た目ではないので、むしろ佐藤翔吾さんの方がなんか強くも感じる
し、大胸筋に関してはただまあでもどうなんだろう、より上から下までの丸みっていうのが右側のチャンピオンの方が強調されてたのかなっていう気もします。ただこう画像だけで見ると、まあ、佐藤翔吾さんの方がこう真正面立ってねポージングされている画像だからかもしれないんだけど、まあ、より面積はね広くて大きい大胸筋っていうね印象はあったんじゃないかなとも思うんだよね。であれば、じゃあまあどこで差がっていうところに対しては、まあ、正直圧倒的なコンディションでそこからのドライ感っていうところで差が出ていた気はしました。前から見たポージングもそうなんですけど、まあ、特にバックポーズでのメリハリとかなんか張り付き具合が右の選手この段違いにやばいんだよね。まあ、だから、まあ、その佐藤翔吾さんだけではなくて4位の選手も3位の選手も2位だった田口純平さんも、まあ、倒したっていうのはやっぱりこのコンディションからね来るところがあったのかなって思うんですけど、まあ、特別背中がねもう広い選手でもなかったように思えるんですけど、やっぱりこのコンディションそこから来る見た目の差っていうのが、まあ、大きく勝敗を分けた気はしました。で佐藤翔吾さん別に甘くないと思うんですよね、ハトクマは。全く甘く見えないと思うんですよ。なのに、まあ、こう甘く見えてしまう、ちょっとソフトに見えてしまうみたいな、そういう印象をこう与えさせてしまうぐらいの、やっぱチャンピオンの絞りっていうのが、やっぱちょっとすごすぎた、軍配上がったっていう、そんな感じだったのかなというふうに思いました。はい、ということで、まあ、以上がですね、まあ、今年の佐藤翔吾さん、そして昨年からの佐藤翔吾さんの進化、そして、今年最後に出られた、大会チャンピオンとの比較、ここのハトクマ的なねちょっと画像とか、まあ、実際に見に行ったりとかした印象の、お話でございました。改めまして皆様いかが思われましたでしょうか。まあ、あの佐藤翔吾さんね、ただなんかストーリーとかでさ、まあ、今年こういう順位で終わったけどなんか物足りないみたいなね話をされていたので、まあ、今年のオリンピアに関しての大会はもう今週末で終わってしまうので、まあ、エントリー表を見てもですね、日本の選手は、まあ、あの今日すでに上がっているジンさん以外ねいなかったりもしたので、まあ、ちょっとあれなんですけれども、もしかしたらね、まあ、ジャパンプロもそうだし他の海外の大会今年、まあ、来年のオリンピアを狙いに出る可能性もあるのかなというところで非常に楽しみですし、あとまあ大会によってやっぱこの順位が変わらない安定性っていうのはねやっぱり強い選手に共通していることなので、やっぱここからのね佐藤翔吾さんめちゃくちゃみんな楽しみじゃないっていう、そんなねところで締めたいというふうに思います。はい、ということで、今日の動画はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。まだハトクマチャンネルのご登録されていない方いっぱいいらっしゃると思います。ハトクマチャンネル3割以上の方がですね、未登録というのをね、もうこの前見まして判明しましたので、ぜひともですね、チャンネル登録いただきたいなというふうに思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様バイチャ。